職で働いてます、私たち。行けるかとかまだ分からない。大雨と道路工事、落石や土砂崩れの果てに雲南省武功リス族自治州はあった。急傾斜地に栽培できるのはトウモロコシなどほんのわずかな作物だけ。目立った産業もなく出稼ぎに依存する中国でも最も貧しい地域だ。極貧地帯に見る中国貧困の実態とは。ある早朝、広場に集まる男たち、その手にはおびただしい数の鍵があった。それは貧困家族に無償で提供される移住住宅の引き渡し現場だった。貴州省金沙県、農地だった場所に集団移住住宅が建てられ新しい町ができた。山の上の貧困家庭は集落ごと山ごと移り住み、新しい町の住民となった。山を降りた人々を隣接する工業団地の企業が労働力として飲み込み、農民は都市労働者に姿を変えた。豊かさを求め、ふるさとを山を降りる人々。彼らは、そして中国はどこへ向かおうというのか。雲南省黄河ハニ族彝族自治州、標高2000メートルに達する高地に作られた集落である。その山肌に1200年前作られた棚田は総面積12万ヘクタール、世界遺産に認定されている。その棚田で途絶えかけていた古代米、赤米による貧困対策が今進められている。伝統や自然を守りながら継続性のある貧困脱出、その未来を探る。山を動かす3つのエピソードで描く壮大なる挑戦のすべて。